どうも、おはこんばんにちは、ホビドバです。ウィッチャー3ワイルドハントをプレイ再開していきたいと思います。さて、今回の目的は新しい街へいろいろ行ってみようということで、このハテナマークを後回しにして、とりあえずここへ行きたいと思う。ここへ行くにはとりあえずここから北上しなくてはいけないっぽい。行ってみよう。とりあえず道中にいる敵などは無視していきたいと思う。無視しないとね、いつまで経ってもつかない可能性が非常に高い。こっちでいいのか？俺はてっきり真逆の方向だと思っていたんだが。うん。印をつけておいてよかった。俺逆の方へ走るところだった。ちなみにこちらにクリアしていないハテナマークが結構あったりするんだけど、まあ、後でいいでしょう。なかなか、剣をしまうんだけど、戦う気はない。今回はマジで戦う気はない。途中で力の場とかあったら取りたいとは思うけど、それ以外だったら特に問題ないはずだ。しかしここら辺は戦場の跡地みたいな感じになっていて、本当にひどいありさまだな。で、ここからだから、ここだ。新しい街へ行きたい理由の一つとしては、あれが欲しいんですよね。設計図、いろいろとね。持ってないやつが欲しくて、あと現在使っている武器とか装備が大体低いレベル帯の製法しかないんですよね。あとは、ハテナマークやらクエストを進行していたおかげで、極端にレベルの高い装備のやつは持ってるんですよ。だから本当に極端に高くてですね。なので、こう、最初にアーカイブスのすか、後でね、相手するけど、後で相手をする、しようとは思うけど、せっかくだ。やろうじゃないか。間違えたぞ。アークスイを使ってしまった。こっちを使うつもりだったんだが、まあ。クロットンフィンドさんが待ち構えていたんだ。相手をしてあげよう。よし、はい、ダッシュで逃げる。勝手に死んでくれるんだよね、幸いのことに。こちらとりあえず1体倒せば、あとは勝手にね、お亡くなりになってくれるから助かるけど。破壊しなくて。もちろんだよ、ゲラルト。破壊すると思うだよね。あれ、なんかちょっと違うやつ出てきたぞ。前にもあったような気がするけど、こいつ。あ、俺こいつで一回やられたのを思い出した。なんか死ぬ時に毒を吐いちゃうやつだよね。ちょっと覚えてる。何やかんやでまた上の方に行って毒を食らってしまったけど、ローチがとんでもないところにいるな。こっち、アルツバメが今ないからな。で、今、アルツバメを回復するつもりはないんだよね、瞑想して。他の道具も勝手に回復しちゃうから、今のところまでいらない。あれ？これもしかして通れないパターンなんかの理由で。あ、通れる。通せんぼされるのかと思って。通れて何よりだ。この行ってる途中でクエストが一つあるっぽいマークがあったんだが、無視していくか。よーし。これでとりあえずファーストトラベルが容易になった。ああ、レベル低いや、敵。もう少しレベルが高い敵が出てくるかと思ったんだ。それが怖かったんだよね。お、農民たちがいる。でけえ町だ、ここ。これは大きいぞ。期待できるんじゃないか。というか、通行できるのだろうか。おう、ここら辺は畑とかもあって、怪物とかが少なそうな地域だな。こっちが、おう、ドワーフが歩いてる。旅の人だ。手短に言えば、今日の友は明日の敵ってことだ。なんてひどい話だ。クエストがあるぞ。取っとこう。薬金の場所いろいろ追加。悪意の女性。サイドクエストちょっと見てこう。うん、サイドクエストは、ウィッチャーへの依頼が中心だったのかな。悪意の女、レベル16か。やはり少しここら辺のはレベル高いのか。OK。森の主。あ、やはり赤いやつか。ちょっと名前が気になったから試しに入れてみたんだけど。あ、すごいレベル高いわ。やらないですよ。やりませんよ、そんな。今はまだね。
ここもうちょっと確認しよう。あ、なんやかんやで俺ここ来なくちゃいけなかったんだ。 OK。 ただここ気になってたんだけどマーカーが出ないな。こっちの掲示板行ってみよう。ここはめちゃくちゃ掲示板に依頼があるな。どういうことなんだろうか。てかマーカーほんとどこ。あ、これマーカーだ。よかった。マーカーが取れないとね、後々移動が面倒だからな。このゲーム移動するの俺かなり好きなんだけどね、こう景色とか見るの好きだから。ただ時間的にかかっちゃうからね。マーカーがあるに越したことはない。掲示板発見。見ておこう。ハニー・オブ・ザ・グース。お、薬草を売っている人がいるな。見ておこう。案外何か新しいレシピを変えるかもしれない。おお、こいつあれか、ホビットかなんかか。酒売ってる人もちょっと気になるな。話しておこう。こんにちは。ちょっと何があるのか見せてくれないかい。特に新しいものはなし。おっちゃん、期待外れだよ。おっと、ちょっと気になるものが。あら、あら、これはちょっと、あとで来よう。あとで1時間ぐらいここの、ここにぼーっとしてる動画を撮ろう。どこだ？薬草売ってる人がいるっぽいマークが出てる。この人か。なんだ？こんにちは、何があるのか見せてくれないか。なんか前に会ったことがあるような気がするけど、気のせいだろ。チケてんな、お前。あ、そういえば、シャチのやつだ。忘れてた。足りないのが、黒うもどき。黒うもどきはこの人持ってないっぽいな。ないっぽいな。ではしょうがない。またな。お、ごめんよ。さて、次の掲示板があるところまで行こう。ここの鍛冶師がめちゃくちゃ気になるんだが。まあ、ここからここっち行ってみよう。せっかくだからね。勇気。ヌンレイスか。なるほど、通常に出てくるようになったってことか。やはりでもレベル高いな。15か。何やかんやで俺も13なんだっけ。でもレベルは降りるのここ。一応降りとこう。セブンキャッツイン。よし、100件の場所だけか。美しいな。こういうところは後で行こう。いろいろとハテナマークが湧いているな。ここら辺を後でクリアするのもいいかもしれない。こういうのやってると多分一生終わんないぜこのゲーム。このゲームはでも個人的にはしゃぶり尽くしたい感じだからな。まれに見るこうサイドクエストとか探検とかをして楽しいやつだからな。本当マップを移動していて飽きないって素晴らしいよね。オープンワールド系のゲームって本当時間が経つと飽きてしまうんだけど、全くそんなことはないんだよねこのゲーム。あそこにクエストがあるけど後回し。やべえところに困ってしまったな。おっと、出られた。ほら行け。おっと、どうやって向こう側へ渡ろうか。鍛冶屋がいないな。
マーカーをいろいろ発見しているから、とりあえずよしとしよう。何かあるな、あそこに。惚れ込んだ女がいた。さて、ここら辺の商人に話しかけてみようか。オワソンの部下。この中にいるってことか、商人いた。オリカシ。金を貸してくれるのか。いらっしゃい。何を質に入れる。なぜ俺が金を借りたいと。金が必要ないやつなんていいの。残念だが。じゃあ恵まれて品物を見せてくれ。売り物。なるほどね。人生を変えるための資金。どういうことだ。あ、でも物は買い取ってくれるんだね。あーやべえ、剣はちゃんと剣塗ってる人に売りさばきに行った方がいいな、これは。こういう道具が買ってくれる、こういうのが高く買ってくれそう。実際ちょっと高く買ってくれるな。本来どのぐらいなのかが実はわからないけど。馬の皮売っとこう。こういうのなんやかんやで結構かさばるんだよね、重量。どうしようかな。あとででもなんか使いそうなんだよね。古い羊の皮。骸骨。話を聞いて。昔は長いのか。ああ、ほんの子供だった頃からだ。父親を手伝ったのか、引き継いだとか。いいや、親父に質に入れられて買い戻されなかったんだよ。そいつはひどい。じゃあ。たくましく生きてるんだな、ここら辺の人たちは本当に。他の商人にも話しかけてみよう。商人こいつか。いらっしゃい。見てみよう。ないもん。いいものないな。普通の顔袋だ。失礼するよ。ありがとう。さっき買った本も読んでみよう。なんか本当になんかありそうだからな、あれ。これか。奇跡の植物その研究に没頭したとか最後の方に書いてあったな。森の悪魔、白衣の女、大金はグエンと大会開催。特に何も進行はしなかったな。素直に馬に乗って探検をつけよう。そういえばこういうところで例えば左剣を抜いたりとか人を襲ったりとかするとやはり警備隊の人たちが来るのかな。このゲームでそんなことをやるつもりはないけどちょっと気にはなるな。警備隊の前とかで物を盗むと逮捕されるよみたいなことは言われたんだけどね、コメントで。やはり襲われるってことか。ほら行け。おごめんよ。街が入り組んでいてどこから行けるのかがわからない。ここ違う、ここ違うよ。てかすごい下水道とかあるのか。絶対後で依頼とかで来るところじゃないか。何がすごいって、ここに馬で入れたのに馬で出られないんだよ。速度的に無理だよね。ローチをもうちょっとこちらに待機してる間に俺だけ外へ行ってローチはこうこんな感じで呼びは来るはずだ。ほら現れた。オッケー、さすがローチ、どうにかして出てくれた。遅いぞ。さてどうやって向こう側に行けばいいのか。ここは地下か。やつらって誰ですか。その私を何かに巻き込まないでください。ただでさえ最近はひどい目に遭っているのに。勘弁してください。ここじゃなかった。で
どこから行くんでしょうかね、皆さん。こんな都会の町来たことない田舎に住んでるウィッチャーですからね、私は。田舎で、ね、勇気たちと戯れてるような人だから、こういうところに来るとすぐ迷っちゃうんだ。こっちでいいのか？こっちでもダメそう。こっち。止まろう、ローチ。都会は危険なところだと思わないかい、ローチ。あ、ここっぽいぞ。てか、あれだ。本当に鍛冶師どこ？ああ、やった。掲示板までつけたぞ。掲示板につくのにこんなに時間がかかるとは思わなかった。ここで何してんだ？俺もわかんねえよ。俺もここで何してるか自分でもわかんねえよ。呪われた家だってさ。呪われた家。ウィッチャーの依頼なのか、これも。あれ？見分けました。幽霊邸宅。ですよね。カートダイサートと話す。あれ？ほら、遠慮するな。見るのはタダだ。すごい品物が揃ってるぞ。お、マジか。どうやって手に入れた？宝を進んで手放す魔術師など弾み。本当だよ。アエラマスの意思を確かめたものは。なるほどね。一緒に焼かなかったのは変だな。ウィッチハンター。許してくれたとも。収集品としての価値しかない。普通の商品。なるほどな。なるほど。それぞれが、ま、この鍵と合う錠前がどこにあるかは。残念だが。なるほどね。オクセンフルトの南だが、今は廃墟だ。何があるか。おお、なるほどね。うまい商売だな、商人さん。全部買っとくか。これ何？浄化の力、すべてのアビリティポイントを求める。あー、あれか。どうしよう。ちょっと欲しいけど、まあいいや、今のところは。口笛を吹いて馬にまたがれ。これレベル21だってよ。レベル21ですってよ、奥さん。無理ですよ。今買えないっすよ。ここは結構適切価格で買ってくれるような気がしたけど、そんなことはないな。そんなことはないな。物にもよると思うんだけどね。売っとこうかな。クエンの引力が上がる。装備品のからの、やはりクエンを後で装備する関係上、これは売らない方がいいのかな。クエンの刻印。またな、男の人形だ。掘ったのではなく、魔法を使って作られている。トリスに聞けないのが残念だ。なるほどね。トリスに聞ければ、まあ、なんとかなるんじゃないかなってことね。農民と暗闇、レベル9か。後でやってみよう。さて、次の掲示板まで行ってみようか。ここか。しかし、掲示板とかはともかく、から上に行って、上の方から行くか。掲示板とかともかく、あれがどこにあるのかし、あ、これ多分後で通れるで、旦那。やっぱり開くって出てるよ。今行きたくはないけど。鍛冶屋どこ？めちゃくちゃ気になるんだけど、鍛冶屋が見つからない。しかも多分、一回見つからないとこうやってマップに表示されないんだよね。ローチ。アモンローチ。しかし今回は本当にこう街の探索メインでの、おっとおっと、ちょっと気になるあれだったな。あら、それはすいません、すいませんね。 あそこか。私の部屋に来ない？ちょっとすいませんね。これちょっと気になるんですよね。それでどうするの？おっと、ちょっとここは気になるところに来ましたよ。それがいい。利子が下がる一方だからな。利子が下がるのはいい。おっと、なんかいいことを聞いたような気がするぞ。ちょっとここら辺でカットが入った。ごめんね。やろうはとりあえず服を着るんだ。
あれどこだ？この人か。クロサ、パシフローラにようこそ。こんにちは。気にしないで。最後に会った時からずいぶん。どういうことだ？大昔よ。あなたとダンデリオンがハーフリングを2人連れて現れた時ね。ほほ。じゃあその顔。もちろん変わったわ。この業界は常に変化してるのよ。バーリー・バーシーは商人と結婚、エラはど。ほほ。で、女の。ちなみに主人公なんやかんやで、あるんだやっぱり買い物ちょっと見に。実は。後でまた来ますんで、その時よろしくお願いします。では、実は主人公あれなんだよね。俺の間違いではなければ何かが起こって一回記憶を失ってるんだよ。だから多分さっきの会話で何があったのかよく分かってないよみたいな会話だったと思います。あとここなんか来ちゃいけないような場所な気がするよ。アイテム取れるんだ。取らない方がいいよね多分。おっとごめんよ。ここからは外出られないのか。あ、出られる。よーし、普通に行こう。ああいうところには後で行かせていただこう。あとこっちからか。場所を覚えておこう。しかし鍛冶屋はどこだ。こんなでかい町に鍛冶屋がいないわけはないんだが、一体どこへ逃げたんだ。絶対ドワーフか何かいるだろう、鍛冶師の。なぜか鍛冶師と聞くとドワーフを思いつく俺も間違ってる気がするけれど、ここにも商人いるな。我らがノビグラド、三千と。なんかやってるな。お、検討大会とかなんとか出たぞ。クエストいろいろ手に入った。やったね。手がかりを追って、あとウィッチャーへの依頼で、お、捕らえにくい泥棒。日中に芝へ行き、シルベスター・アメロと話す。あ、盗んでるの怪物がなんか、一緒に化ける怪物かなんかが盗んでるってことか。最大トーナメント、ノービーグラド。ここなんかクエスト進行なのかな。勝手にイベントが開始されたぞ。そんなつもりはなかったというのに。魔女を焼いているのか。なんて野蛮な奴らなんだ。聖なる炎は悪を暴く。聖なる炎よ、導き、燃やし、浄化せよ。導き、燃やし、浄化せよ。見よ、これは慈愛と救いの炎だ。ゆっくりと燃える特製の薪を用意してやったぞ。貴様は同類と同じように素敵な声で慈悲を請うことになる。俺はただ普通に生活したかっただけだ。助けてくれ、頼む。ひどいな。おい、今ドップラーだ。ドップラー、どういうことだ。ドゥードゥは無事だというな。こいつはひどい。くそ、嵐だ。大きな賭け。なんかさっき取ったクエスト系のやつか。鍵がかかっている。商人がいるっぽい。あ、ここね。まさ、白狼とかブラビ県のこ。リビアのゲラ。何年か前に男が来て。それだ。名乗らなかった。うん、なるほど。分かっ、ついでに他の、ぜひ他を見てみたい。持っていない本だったら速攻で買わせていただこう。大量だ。大量に本があるぞ。お金とかそんなの関係ない。本をとりあえず買うんだ。情報は命だ。
ネクロノミコンだって。とんでもない名前の本があったな。ああやべえ、もう持ってるやつあったぞ。また買っちまったか。早めに読めよ俺も。なんでな、そのすぐ読まなかったんだ。悠々からのメッセージ、あと大量に本を所持。本後で預けていった方がいいんじゃないか。俺これなんやかんやで重量あるんだよ。いろいろ新規登録されているぞ、怪物図鑑。俺が目的だったんだ。いろいろ読んどこう。あれなんじゃないか、実はこの俺本めちゃくちゃ持ってるから、これが重量増やしてる元なんじゃないのか。あとで預けに行った方がいいぞ絶対。で、なんか本を預かったって言ったから、これか。エリニア、なんかいろいろ手に入れてる。かわいい主婦ミュリエルの陽気な冒険。かわいい主婦ミュリエルの陽気な冒険、愉快な同伴画の挿絵付き。サーキュバスについてのあれが手に入ったが、どういうことだ。ジョルト、焼灼による皮膚腫瘍の治療研究所。我が生命、きっとこれだ。中に手紙がある。滅びゆく種、吸血鬼の最後の肖像。お、高貴なる地図占いの術。素晴らしいタイトルだ。素晴らしい。ハリーポッターとかで出てきそうなあれだ。A からの手紙か。悠々からのメッセージ。いやー、いい買い物した、ほんと。読んだだけで終了だったのか。あれ、A からのメッセージでよかったのか、さっきのやつ。不可解な面もこれではないよね。どこだ、逆に気になるんだが。消えてしまったということかな。ぽいな。しまった、読んでおけばよかった。ここで何してんだ。私にもわからないんですよ、さっきも同じこと聞かれましたけど。ここら辺にカジシがいそうなものなんだが、ここも商人がいるな。中に入ってみる。風が唸っている。あなたが商人か。おやおや、何か。金がいるんだ。もちろん。そんな簡単に。ベンガーバーグのジェネファー嬢が、あなたの保証人を、それに債務回収に関して。お。何か御用か。もう俺借りられると思わなかった。返済したい。金を返したい。素晴らしい。通貨を両替したい。ブラウンにぴったりの場所に来たな。いろいろあるんだよ。おお、1100だ。とんでもない量だ。俺そんなに持ってたんだ。知らなかったよ。あれも あるのかな。何かご用。ケーキはどこ。ヒノキ。いいね。そう思うだろう。だがあれだよ、あの倉庫に預けてある分ももうお金に両替してくれたのかな。また会う日まで。またな、ドワーフさん。サンキュー。さて、確かもう一つ掲示板があったはずだ。ここに、後で倉庫に寄っておこう、本当に。絶対行った方がいい。しかし、馬じゃなくて徒歩で行っているけど、その方が操作しやすいんだね、街の中は。ほんと、どこなんだ、他の店は。死に至る快楽。なんと気になるものよ。これあれか、船関連のやつか。ケリッチェな。もう一杯飲むには金が足りないんだ。
俺たちは仲間だろなあウィッチャー。俺たちはおっちゃんだなんてな。なんだって。ウィッチャーは稼ぎがいいだろう。村全体がカンパする。漁師は財布を開く。女はメテを開く。ひどいやつらだ。残念ながらそんな漁師や女にはめったに出会わんよ。なあお願いだよ。ウィッチャーの役目はなんだ。人助けだろ。了解した。助けてやろう。わかった。受け取れ。そうこなくちゃな。ありがとう。あんたに捧げて一杯やるよ。まあ、なんというかダメな奴らだな。あなた乱暴そう。顔見ればわかる。そりゃ申し訳ない。あとはここら辺を探索して本当にどこにあるのか探すしかないか。全く場所がわからんぞ。ここの鍛冶師は一体どこなんだ。ごめんよ。何？敵がいる？どういうことだ？下にドラブナーでもいる。あ、いる。ゴロつきか。なるほどね。なんでこんなところに。よく聞いてくれました。ウィッチャーです。なんだか自分でもよくわからないけど、とりあえず敵がいたので襲ってみました。こちらなんかクエストかなんかあるのかね。今実は持ってるけど知らないのかもしれないけれど、俺の場合。そんなことより俺はドワーフと、ドワーフじゃない、ごめん、ドワーフが必要なんじゃないんだ。何どうしたん急に。どうしたん急にお前。ここら辺危険なの、もしかして。ゴロツキがたむろってるような町なの。なるほど、町の治安の悪いところってことかな、こっち。あ、敵いるわ。多分町の危ないところなんだろうね、ここ。ドワーフとかいねえな、こっち。あ、ゴロツキだ。いて、剣のサビにしてくれるわ。ってことはこちらにドワーフとかがいることはまずないだろうな。ならここのアイテム取り放題ってことじゃないか。素晴らしい。船はあるのにな。とりあえずこちらに戻ろう。こちらからではなくてこの大通りの方から行こう。ローチが素晴らしいところに。ローチ、そんないけないところじゃなくて普通のところに出てくれそう。それでいいんだローチ。ほら行け。行くぞローチ。そうだとダッシュができないからね。早くてもこのぐらい。案外ゲラルトを使って走ってた方が速いんじゃないのか、このぐらいのスピードだったら。微妙なところだけど、ここら辺はまだゴロツキがいないってことでいいんだな。いないよね。別に俺傭兵に追われたりしてないよね。何？何この、あ、危ないよこの町。ゴロツキ大量にいるんだけど。ビグラドの門、ハーバーサイド。ちょっとこちら方面に行って何かないか見ているけど、ないな。ここ町の外だからダッシュができるのね。じゃあ、あちらの奥の方にさっきクエストがあってね、後で取ろうかな。
調子だ、ローチ。密輸品。あれか。後で取るさ。とりあえず物を預けに行きたいところ。よし。やばい、間違えて剣を抜いてしまった。抜く気はないんだ。返そう。ここか。こんなところに預けて大丈夫なのか、よくわからないが。あ、というか本は預けられないのか。一度読んだ本は、では売った方がいいのだろうか。わからんな。まあ、いいだろう。今回はこのぐらいでいいだろう。さて、といったところですが、今回はここまでとさせていただきます。次回はこのまま、こちらにも行ってみたいんですよ。ここと真逆。こっち方面。実はここの中、ここから、このペンケラムからマーカーが一つもなくて、ここ気になるんだよね。でも軍の駐屯地っぽいよね。家っていうか、あ、家か、でも。軍の駐屯地かなんかだと思ったんだよね。で、現在の狙いは、むしろ装備、何か買えるものないかっていうのがすごい、鍛冶師探してるんだよね。いい加減製作でなんかいいもの作れるだろうってね。あと、もう少しでレベルアップしてしまうから、早めにそういうところも探しておきたいところです。その後またハテナマークをね、クリアしたりサイドクエスト進行したりしたいと思います。ではまた次回でお会いしましょう。ホビードワでした。